お元気ですか、牧師由美です。今回は久しぶりにね、大晦日でございますので昼飯動画もね、あげたいと思います。これは年越しうどんでございます。鶏もも肉と大根を入れた、シンプルな、うどんでございます。普段はね、年越しそばなんですけど、前にあの美味しんぼの番組ですね、あの鍋焼きうどんあげたんですよね。そしたらね、あの年越しうどんっていうのが結構なんか美味しそうに見えてね、ちょっとやってみたかったんですけどね。ただね、これ結構ね、美味しいもん見てた方はわかると思いますけど、結構豪華な食材を使っていたのでね、そこまで私はそこまでお金がありませんからね、あの有名な YouTuber さんじゃありませんのでねで、こんな感じでね、まあ鶏もも肉と大根だけのね、シンプルな、年越しうどんでございます。その代わりね、夕飯動画は結構ね、あの豪華でございますからね、その辺ね、お楽しみください。それではね、夕飯動画に移りたいと思います。続けて夕飯動画です。夕飯動画はお寿司10貫でございます。こちらね、あの本当はね、別にねお寿司あったんですけどね、まああまりにも美味しくてね、あのパクパク食べてしまってね、こちらの10貫はね、実はですね、撮影用のためにね、わざわざ買ってきたものでございます。でね、ネギのね、お吸い物もね添えていきたいと思います。でお酒はですね、こちらですね、白色のやつでございます。では早速ねやっていきたいと思います。3対2、あ、ちょっと今回泡多いですね、これ。6対4って感じでしょうかね。はい。で、ね、もうね、この撮影の頃にはね、新年を迎えてると思います。新年明けましておめでとうございます。今年もね、ペルシアンチャンネルならずですね、僕のね、趣味チャンネルをよろしくお願いします。ペルシアンっていうのはですね、私のね、今アカウントになっているこの男性の方がね、あのペルシアン君という方でございますのでね、もう、あの、僕の趣味チャンネルね、あの、一年通してね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。2023年も僕の趣味チャンネルをよろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかを皆様にお任せします。ありがとうございました。本年もよろしくお願いいたします。